今回のメニューは脂肪が燃える。できるだけ歩くんだけど、あんまり痩せてる感じせんなーと思いませんか？できるだけ運動もするんだけど、なかなか脂肪が減ってる気がせん。原因は心肺能力にあるんです。実は心肺能力が弱い人、あんまり運動しない人の多くは息がすぐ上がってしまうんです。息が上がるということはエネルギーが糖に変わります。日々運動しててあまり息が上がらない人は運動中もあまり息が上がらないので、脂肪がエネルギーになりやすいんです。今回のメニューを行っていくことで、全身運動で脂肪が燃える、息が少し上がるので肺が強くなって脂肪が燃える体が作れます。一緒に頑張りましょう。反復横跳びしたらスクワット、マイペースでいいですからね。ぴょんぴょんしゃがむ、いってみよう。ふい、ぴょん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 、マイペースでいいよ。体力に自信がない人は少しだけしゃがめば OK。 頑張れる人は深くいってみて。いいよいいよ。よーし OK。 よし、今度は二の腕背中使っていくよ。縦に足を開いたら肘をつく、引く、横、上げる、横、やっていくよ。同じ方ばっかり。いきましょう。ゆっくり見ながら引く、横に引く、まっすぐ上げる、横に上げる。4個あるよ。立って横、立って横、しっかりね、肩甲骨を意識して。いいよいいよ。はい、オッケー。反対も同じようにやっていくよ。ポイントはね、息を止めないように、そして肩甲骨をねグッと寄せるイメージですね。ここをね、いきましょう。はい、立て横、立て横、マイペースでいいよ。分かんなくなりますからねこれね。横、引く、横に引く、まっすぐ引く、横に引く。いいよ。はい、オッケー。よっしゃ、今度は手を回しながら後ろに足を伸ばす。ふう、ふう、これね、息を吐きながら胸、この前鋸筋ですね、脇下、背中、しっかりね動かしていくよ。胸を張りながら、だんだん猫背になっちゃうからね、それをしっかりね胸を張る。よーし、 OK。 今度はね、足踏みしながら手をね交互に動かしていくよ。顔は正面で OK。 行ってみよう。顔は正面で、両手しっかりねお尻の横まで持ってくるイメージ。足は無理に斜めに線切ってもいいよ。上半身だけをしっかりね横向くぐらいのイメージ。いいよ。息を吐きながら、あったまってきたよね。よーし、オッケー。今度足を開いてみてください。このままね、手を合わせて交互に前屈、交互に前屈、いってみよう。できればかがむ時にね、できれば背中が丸くならないように、胸を張ったまま前屈できたらね、しっかりもも裏を伸びます。難しい場合はね、まずは前にしっかりかがむぐらいでもいいです。
ふう。オッケー。よっしゃ、5日目ラスト。大きく腕を振って歩いてみて。しっかり股関節からね、足を高く上げること。いってみよう。軽くリズムをね、こう、ぐっ、ぐっとお腹に1回ずつ。力を入れる。いいよ。息を吐きながら、グッ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 。よし、オッケー。じゃあ今度は気をつけから一歩ずつ横に踏み出して、手は万歳。一回呼吸を戻していきましょう。一回呼吸をね、整えながら。スリーでもね、続かんって痩せないからね。やっぱり腕だるいよーって人はね、これでもいいです。肩が硬い人ほどね、だるくなりやすいから、動かせばね、楽になるんだけど、やっぱきついとね、続かないからね。あーしょっけ。今度はクロスして足を戻す。2、3、4、こういう感じ。同じ方向ばっかりいいですよ。つまずかないように注意ですね。内側、内側、後ろ。リズムよく。1、2、1、2。こうちょっとね、頭を使いながらリズムを取るっていうのは、意外とね、疲れを感じにくかったり気分転換になるからね、結構おすすめ。あーしょっけー。今度前後にステップするよ。ぴょん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 、前後に。前足から動く、後ろ足から戻る。いいよー。これもね、わからんくなってくるからね。前足から進んで後ろ、後ろから戻って前。あんまり足がね、こうついてこないようにね、同じ幅を保つ。進んだ分だけ後ろも進む、戻った分戻る。よーし、OK。ちょっと待って、現在期間限定で説明欄から LINE 公式を追加すると、悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座、13カリキュラム、反り腰解消美脚講座、18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、このすべてをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。